もう。はすみ先輩、今日うち泊まるって。え？先輩ん家、今弟さんが住んでるんだけど、彼女連れてきちゃって帰れないんだって。だから適当に荷物隠して30分以内に出て。相変わらず血も涙もない命令。なんで桃の靴が、まさか。あ、どうぞ。久々だな、岩屋さんち。あれ、明かりついてるけど。あ、最近物騒じゃないですか。だから、あの用心につけっぱなしに。そっか、はい、そうだよね。今ロフト、どうしよう。は？どうしたの？ごめんなさい、仕事のメールが。お風呂にでも入ってもらうから、それまでとにかく隠れてて。あれ、ももちゃんは？今しつけ教室に通わせてて。しつけ？うちも結構大変でさ。留守中悪さするなよ。ちゃんと帰ってこなかったら、この写真部屋ごと燃やしちゃうか。なんちゃってー。あの福ちゃんですよね。大変ですよね。岩屋さん。先輩、私お風呂入れてきますね。いいよ、後で。でも先輩、帰国されたばかりでお疲れでしょうし。そんなに疲れてないから。仕事のメールだと思います。すいません、そう出てください。遠慮なく、ゴーゴーゴー。せっかく先輩に会えたのに。岩屋さん。はい。もうすぐ入るんで。あ、いや、そうじゃなくて、キスしていい？やっと捕まえた。岩屋さん、結婚しよう。状況に耐えられないんだ。君がそばにいてくれないと。このままじゃ。このままじゃ。ごめん、岩井さん。大丈夫？大丈夫です。すいません。切れる？ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと来る。捕まって。ごめん。着替えてきますね。今、玄関から無事脱出。まさか聞いてないよね、今の。なんだよ、あんくらいで。俺、こんなにメンタル弱かったっけ。